今回は美味しいレバニラ炒めの作り方を紹介します。レバニラ炒めを美味しく作るポイントはレバーの下処理です。下処理がうまくできていないと臭みが残り味も悪くなります。それでは作っていきましょう。レバーをカットしていきます。まずは筋などがありましたら取り除きます。そうしたら7、8ミリくらいの厚さにそぎ切りにします。包丁の刃を斜めから入れてスライスします。レバーの形が三角形になるようなイメージで切ります。だいたいこのくらいの厚さや形にします。冷たい水を用意してカットしたレバーを水につけます。軽く指で混ぜてそのまま10分置き臭みを抜きます。10分経ったら水を切ります。キッチンペーパーで余分な水分を取ります。そのまま冷蔵庫に入れ少し置きます。しっかりと余分な水分と血が取れたら下味をつけます。おろし生姜を少量入れます。胡椒、塩、味の素、酒を適量入れ揉み込みます。次に卵を大さじ1くらい入れ混ませるようにして揉み込みます。片栗粉を大さじ2杯くらい全体に絡めます。油を入れコーティングします。野菜をカットしていきます。もやし1袋を洗って用意しておきます。生姜 15g を千切りにします。生姜は薬味ではなく具材として使います。食べる時のシャキシャキした食感が生姜がアクセントになりレバーとの相性も抜群です。ニラは切る前に水につけてシャキッとさせておくといいです。それを4センチ幅くらいに切ります。人参は皮を剥いて用意しておきました。人参は斜めにしてスライスしてから並べ千切りにします。だいたい材料はもやしの長さとバランスを考えて切ります。人参はもやしと一緒にしておきます。他の材料は入れるタイミングが違うので別々にしておきます。材料はレバー 250g、 もやし1袋、人参 30g、 ニラ1束、生姜 15g です。油を中温に温めレバーを油通ししていきます。焼くより油で短時間で火を通すことでレバーが硬くならずしっとりして美味しくなります。だいたい1分くらいを目安に揚げていきます。表面が固まってきたらお玉で混ぜ均等に火を通します。
レバーが浮き上がってきたら取り出します。大体このくらいの色です。そうしたら油を全部切ります。鍋に大さじ1くらいの油を残し、生姜を炒めます。生姜は食感が残るように軽く炒めます。人参ともやしも入れて炒めていきます。火を強火にしてもやしと人参をしっかり炒めます。しっかり炒めないともやしの生臭さが出るので注意です。もやしと人参が炒まってきたらレバーを入れます。ニラも入れていきます。紹興酒または酒大さじ 1/2 を鍋肌から香りが出るようにして入れていきます。醤油大さじ 2-3 を酒と同じように入れていきます。鶏ガラスープまたは水を 60cc 入れます。塩と味の素を少量入れます。胡椒を全体にかけるように少し強めに入れていきます。酢小さじ1を入れます。酢を入れることで旨味が増し、余分な油も抑えてくれます。水溶き片栗粉で全体を一つにまとめます。大体大さじ1を2回に分けて入れます。仕上げにごま油で香りをつけます。皿に盛り付けて完成です。今回はレバニラ炒めの作り方を紹介しました。レバーの下処理をしっかりして作れば臭みもなく美味しいレバニラ炒めが作れますよ。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄までお願いします。それでは失礼いたします。